今日もね、白猫プロジェクトをやっていきたいと思います。いやあれなんですよね。まあ今日もね、なんだかんだ言ってガチャガチャをねガチャガチャをね、ちょっと回そうかなと思ってるんですよ。あのね、ジュエルがね160個あるんでね、これ課金じゃないんですけど、これ課金じゃないんですよ。これはね、あのね、よく考えたら、あのメルリン島のハードモード全くほとんどやってなかったから、それをねラスボス一歩手前までね流しながらこうやってたら割とね集まったんで、今回はその汗と涙の結晶のこのジエル160個、これをね使用してガチャガチャやっていこうかなと思います。あ、間違えちゃったいや、やっぱね、良くないんですよね。課金で手に入れた、あの、要は楽して手に入れたジュエルだと、やっぱ神様は、認めてくれない。やっぱこういうね、苦労して集めたジュエルで、やるからこそ当たるんですよね、こういうのは。なんでね、今からね、6回ですか ?6 回。6回。ん ?6 回か。6回かな。うん。6回はね、味わいながらね、回していこうかなと思ってますよ。いきますよ。ガチャル！マジで。何も言えねえわ。これに関しては何も言えないっすね。私には任せろって言われてもない。やべ、ちょっと寝起きで、今ね、10時間ぐらい寝た後の寝起きで、もう全く舌が回らないっすね、もう。もう寝起き一発目で撮ってるんでね。おっしゃ、来た、おら。来い、金、よし！なんでも収穫してやろう！なんでだよ。収穫するもんないよ、大輝さん。あと、まあ、4回。そろそろ出る頃なんですよね、マジで。新しいの。そろそろ出る頃、星4がね。よっしゃ！よろしくお願いします。要はね、今ね、第3クルーンまではもう、埋まって、あの、もう、あともう一押しなわけですよ。大当たりまで。で、もう、エアももう期間ぐらいもう、バーンって、ね、第3クルーンまで弾が埋め尽くされてる状態なんで、あともう一押しなんですね。あと3回か。とりあえずね、金になってくれれば面白いわけですよ。ドキドキできるから。青は本当にやめてくれ。金まで行こう。金まで行こう。とりあえず金まで行こう。そう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 。はあ、マジかぁ。金にならんもんな、マジな。もう無理じゃん、これ。面倒見てあげる。舐めとるやろ、マジで。ああ、頼む。リベータが欲しいよ。行くぜ。ラス1。金うん、来い。なんでだよ、おい。俺の言うこと、絶対。なんで？なんでな？マジで。白猫ガチャ、辛いわ。マジか、おい。私が守る。うわぁ、しんど。ちょっと。では、参りましょう。今日、頑張って、貯めた。どきなさい。3時間ぐらいね、2時間ぐらいかな。2時間ぐらいね、コツ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 ハードモードで、貯めたジュエルが、終わりました。ご愁傷様です。ということでね、もう終わってしまったものはしょうがないと。
ただ僕はね、もうやっぱり諦めが悪いんでね、ちょっと今考えてますね。必死にこのディベーターをダッシュする方法をね。あ、もうリースでもいいんだよな、本当に。リースでもいいし、ファムでもいいし、てか、あのね、ミカエラちゃんやったら本当何でもいいわけ。なんで来ないの？多分、黒猫のこのガチャに関しては多分ジュエル3000個、ジュエル3000個使ってるわけですよね、多分。およそね。3000個ぐらい絶対使ってるんで、余裕でね、3000個使って新しい星の1体。これダメでしょ。ねえ。だから俺はもう無理だから、ちょっと考えよう、やり方。なんでね、今回はね、この辺でね、この動画終わりたいと思うんで、次回もね、良ければね、多分ね、どうなるかわかんないんですけど、まあ見てくれると嬉しいですね。ということで、ご視聴ありがとうございました。しんど。